ドゥシャン・バスタは、ユーゴスラビア出身の元サッカー選手。元セルビア・モンテネグロ代表及び元セルビア代表。ポジションは DF。生まれ故郷、パディンス・カスケラの PKB ・パディンス・カスケラの下部組織に在籍。その後、13歳の時にレッドスター・ベオグラードの下部組織へと席を移した。ユースチームから数名の選手と共にトップチームへ昇格し、 17歳の時にプロ契約を結んだ。2008年8月の自身18歳の誕生日に FK スチェスカニクシッチ戦でデビューをし1から0で勝利した。2年目はアレクサンダル・ルコビッチと共にエディン・ストボーブへレンタル移籍をし26試合7得点を挙げた。レンタル期間終了後はレッドスターへと戻り2005年4月に左手を負傷し5ヶ月プレー できなかったことを除き4シーズンに渡りレギュラーを務めた。レッドスターでは97試合3得点を記録し、3つのカップ戦を含め6つのトロフィーを手に入れた。2008年7月にレッドスターベオグラードからウディネーゼへ移籍。プレシーズンの親善試合にも出場した。しかし、クラブは2つある品位誘惑にバスタを登録したくなかったため、 チームメイトで同郷のアレクサンダル・ルコビッチが、かつてそうしたように開幕前に US レッチェへレンタル移籍させた。2009年夏にチームへ戻ると、いつもプレーしていた中盤、右サイドから、右 WB としてスタートすることになった。9月23日の AC ミラン戦で、27分にマウリシオ・イスラとの交代で、初出場し1から0で勝利した。 その後、シモーネ・ペペが負傷したためチームは3から5から2へと、フォーメーションを移行。バスタは、右サイドの MF として数試合プレーしたが、翌2010から11シーズン前、試合欠場するほどの大怪我を追い欠場を余儀なくされ、その間に、バスタのポジションは、イスラエと渡った。バスタは、2011年9月11日の2011から12、 シーズン開幕戦で18ヶ月ぶりに復帰した。その試合をフランチェスコ・グイドリンはイスラを休ませ3から5から2の右 WB でバスタを起用した。この US レッチェではゴールを決め2から0で勝利した。次の UEFA ヨーロッパリーグ2011から12グループステージ第1試合のスタッドレング戦ではベンチに戻った。バスタ、イスラとポジションがゴームルニ選手に対し、 グイドリン監督はバスタを右 WB に、そしてイスラを中央右へと起用して共存を成功させた。ちなみに前年まで中央右だったジャンピエロ・ピンツィは SSC ナポリへ移籍した玉藩インデルが務めていた。中央邸に変更された。11月6日の AC シエナ戦で試合開始1分でゴール12月11日の AC キエーボ・ベローナ戦で ヘディングゴールと決め、最終的にこのシーズンは5得点を挙げた。2005年3月31日のスペイン戦で77分に、オグニエンコロマンと交代でピッチへ入り、セルビア・モンテネグロ代表として代表初キャップを記録した。チュニジア戦で2キャップ目を記録した。2006フィーファワールドカップのメンバーに選出されるも、出場はなかった。2006年からは、 U-21 代表に選ばれ18試合に出場。同年のポルトガルで行われた UEFAU-21 欧州選手権2006と翌年のオランダで行われた UEFAU-21 欧州選手権2007に2度出場。それぞれ準決勝と決勝で敗退している。セルビア代表としてはラドバン・クルチッチ時代に初招集された。 メキシコ戦とホンジュラス戦に向け招集されていたネベン、スボティッチが負傷により辞退した代わりとしてだった。しかし、バスタも招集された後に同様に負傷した。その代わりとして、クルチッチ監督は、ネマニャトミッチ、アデムリアイッチ、アンドリア・カルジェロビッチを招集した。2013年2月6日のキプロスとの親善試合で、代表初得点を挙げた。レッチェルはバスタフロムディネーゼ。 ペトコビッチプッツフェイスインニューファースペトコビッチネームズスクワットー、チュニジアテストありがとうございます